リーダーのおいやんこと服部直樹です。こんにちは、小坂美也子です。雨が降ってましてね、うん、なんかこの寒い雨って久しぶりやね。そうですね、なんかひんやりね、朝から冷え込みましたね。そうそう、うん、もうすっかりなんか、うん、秋が越えてもう冬にが来ましたみたいな ね、うんうん、ねちょっと寂しいような気持ちになりますね。なあ、うん、あまあそんなこんなでもう10月も今週で終わりですか。あそっか、ね、早かったですね10月。うん何にもしてない気がするそうやな、秋らしいこともしてないって感じるのは、はい、きっと紅葉がまだ街にないくないですか。うそうやね、山の方見ても 色づいてないし、うんうん、まあ、みかんの色もねまだちょっとこう色がきてないような、まだ青みかんも多いです。ねえ、あの居酒屋なんか行くとね、あの春夏冬って書いたこう掛け軸っていうか、うんうん、何だ置いてますけど、あれ知ってます？春夏冬、あ何がないか、秋がない、そうそう、あ秋ない、秋ないっていうことで、あの居酒屋さんなんか置いてるんだけど、うん、まさにあの字の通り今年ねもう秋がないなと思ってね、夏から一気に冬に傾いてる気がしますよね、うん、まあまあそんな中、大阪府、東京都、うん、などね、首都圏ではあの営業時間の、うん、時間帯短縮要請が解除されましたと、ね、そうですね、まあ酒類提供の制限もほぼ撤廃、うん、ということになるんです、うん、ね、うんうんうん、ということで、まあ、あの和歌山はねそういうの制限はなかったんですけども、うん、まあやっぱりお隣の県ね、はい、大阪が、高橋くんが今週もスタジオに。どうも大波隆史です。ちょっと今月は、はい、うん、あの中のスタジオトーク三昧ということで、ほうほうほう、また来月ちょっといろいろといろんなところレポート頑張って、ね、うんうんうん、行ってくるんで皆さん期待していただきたいなと思います。はいはい、で11月ですよ。うん、あの第5月曜日があるんですよ。皆さん忘れてませんか？でもアビーロードのその出張演奏のスタッフで PA、うん、僕機材のセッティングが全部できるんで、裏方ね、はい、うん、では行くんですけど、うん、まあ、でもこんな形でアコギ、その例えばアビのマスターってやっぱ言うても結構年配の方なんで、うん、若い曲知らんから、あその、はい、下は全部だからもう僕弾く、アコギで弾くみたいな、若い曲は、はい、ポール井田さんな、ポール井田さん、はい、ポール井田って誰もポール井田って呼んでないんですよね別にポールな、ポールってつけること自体もその辺のその世代やんか。そうですよ、もうあビートルズ大好き、ね、はい、実は今日はあの矢沢永吉のライブなんですよね、あの実は多分行ってます。行ってるでしょ、はい、やっぱエイちゃん、うん、僕の友達のシャルドーさんもね、はい、結構今日は行ってるわ。エイちゃんね、和歌山に来るっていうことで、うん、なかなかやっぱライブも少なかったんでね、うん、皆さんだいぶ待望を待ち望んだ、うん、そうやな、エイちゃん凱旋なんじゃないかなと。なかなかこうライブがなかったんで、ね、まあでもエイちゃんのねあのライブの盛り上がりっていうのはね、うん、まあおいやんたちがもうなんかこう牛耳ってるよね、うん、盛り上がり方を。あ、うん、そうですか、あるんですね、うん、独特な、そうそう、独特のね、ノリがあって、うん、もう若いもんにこう負けへんぞ的なね、はいはいはい、応援たちの応援団、うん、うん、もう一種独特ですよ。へえ、なんか僕のイメージですよ、やっぱ見聞とかやったらこう、うん、もうやっぱ席があるんでね、一席一席、うん、もうおーみたいな、座ってね、座って拍手、イメージですけど、まあまあまあ紳士やけどね、うん、皆さんね、はいはいはい、もうみんな地位のある人ばいいから、はいはい、お客さんも確かにやっぱりもうパワフルな世代ですから、やっぱ仕事バリバリしてはるね、うん、矢沢永吉、でも矢沢永吉ファンって、うん、外から見たら矢沢永吉ファンって分かりますよね。わかるよ。だいたいスーツ着てね。はい。うん、ロックが染みついてますよね。リーゼントにして。3人に1人はリーゼントだと思います。はいはいはい。まあ最近のエイちゃんはリーゼントじゃないから、そういうちょっとおろした感じのね。はいはいはい、はい、あの、ちょっとあのビールの CM の感じですよね。ね、はい、プレモルの。もうみんなエイちゃんになりきってライブハウ会場行くんですよ。やっぱああいうなんか、なんて言ってですかね、もう、うん、ある意味ちょっと崇拝みたいな感じの人ってもう今あんまいてないですもんね。ないよね、全然。うん、ないわ。あ、そう、崇拝されそうなアーティストがってことですか。そこまでの人ってやっぱ今あんま出てなくないですか。人気の方って たくさんいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、まあでも A ちゃん自体がもうなんかもう神様みたいな感じやんか、うん、なんか今この、 あの世界にいてる、どこにいてるみたいな、はい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 、どこに、ね、どこで住んでんのみたいな。そうですね、今日は今和歌山おるんやね。でもこれね、そうですよ、そう考えたらドキドキするな、これね。神様が A ちゃんが和歌山におんのやって、まあ多分この
近く実在したんや、ね、みたいな感じですよね。そうそう。わあ、僕今から機材持って取材頑張って探して行ってきましょうか。つまみ出されます。つまみ出されます。もう怪しい。俺もそうです。なあ、エイちゃんが、今日はエイちゃんが泊まるんかな、和歌山へ。ねえ。あら、そこだけパカーン晴れそうですよね。そこのホテルだけ。ホテルだけ。それぐらいの存在なんですよね。そう。アロッチとか来ないですかね。いやー、そら、えらいことになるやろ。アロチがパニックに。お忍び。あるかもしれない。アロチぐるぐる回ってみようかな、ちょっと。そういう、人間自体がそういう人やから、ねえ、まあちょっと別格ですわ。ね、やっぱり、そんな感じしますね、やっぱり、矢沢永吉という人間は。まあでも確かに、まあ今日ライブ行かれる方本当にね、もちろん、楽しみにね、していただければなと。きっと面白いと思います。どの立場で言ってですか、これ。何の関係者ですか、何の関係者。完璧、矢沢永吉の身内の発言でしたけど、僕今。はい。企画者サイドでしたね。あ、一個だけ、ごめんなさい。宣伝じゃないんですけど、宣伝です。ごめんなさい。11月の7日、6日7日ですね。2日間、全肉祭ございまして、7日。永吉矢沢コンサートツアー2021 I'm back ロックは止まらない。12月15日から21日の日本武道館 4days 公演を含む矢沢永吉1年10ヶ月ぶりの全国ツアー開催決定。詳しくは矢沢永吉オフィシャルホームページまで。